マイケル・グレゴリー・ラベロは、アメリカ合衆国フロリダ州、パスコ郡、ニューポート・リッチー出身の元プロ野球選手、野球指導者、宇藤良だ。2020年シーズンからは、MLB のピッツバーグ・パイレーツの、フィールド・コーディネーターを務める。1998年の MLB ドラフト13巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されるが、契約せずに、タンパ大学へ進学した。 2001年の MLB ドラフト4巡目でデトロイトタイガースから指名されプロ入り。2006年のシーズン終了間際だった9月23日にメジャーデビュー。翌2007年のスプリングトレーニングではレギュラーのイバン・ロドリゲスと控えのバンス・ウィルソンに次ぐ3番手星という位置づけだったが、ウィルソンが肘の故障により手術を行ったため、 ラベロが控え星として開幕メジャー入りすることになった。この年は51試合に出場している。シーズン終了後の12月、ラベロはトレードでフロリダ・マーリンズへ移籍した。このトレードは、マーリンズの中心打者、ミゲル・カブレラとエースのドントレル・ウィリスがタイガースへ移籍し、タイガースからは、ラベロを含む若手6選手がマーリンズへ移るという。 K8 選手が移籍した大型トレードとなった。2008年のスプリングトレーニングでは、マットトレーナーと正捕手の座を争い、プレシーズンゲームで左膝を痛めたために開幕こそ、故障者リストで迎えたが、4月11日に復帰。この年は34試合に出場したが、これが最後のメジャーでのシーズンとなった。タイガース参加で、プレイの2010年を最後に引退した。 引退後はタイガース参加のマイナーで打撃コーチや監督を務めた。2020年はピッツバーグパイレッツの打撃コーチ補佐を務めた。2021年シーズンからはフィールドコーディネーターに転任する。ありがとうございます。